目標地点の情報を入手。マップにマーク。でも倒すべき機械生命体を修理するなんて複雑な気分。情報はあればあるに越したことはないですよ、トゥビ。このネジがあればあの大きな機械生命体を修理できますね。目標地点の情報を入手。マップにマーク。工場の情報から何か分かったことはある？いえ、奴らの製造過程が分かっただけで。機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな情報でもいいから集めておかないと。
生命体がいるな。敵個体の一部からジャミング電波を確認。ジャミング？厄介ですね。生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ？アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか？それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもめ。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。聞こえてる。廃墟都市に設置してある転送装置が故障したみたいです。このままだと地上活動に不具合があるので、時間があるときにでも修復をお願いします。了解。詳細はメールさせていただきました。よろしくお願いします。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。転送装置が使用不可能な場合、データのアップロードなどに著しい不具合が生ずる。推奨、転送装置の早急な復旧。了解。6O より 2B へ。機密レベル5通信。廃墟地帯に派遣されていたヨルハブ隊員の一部が脱走。直ちに対処してください。 2B さん、無理しないでくださいね。ヨルハブ隊員が脱走、それにレジスタンスキャンプを襲ったなんて。提案。被害を抑えるために早期の捜索と当該ヨルハブ隊員の捕獲。捕獲って言ったって？
これであの大型兵器を修理するための部品が全部揃いましたね。目標地点の情報を入手。マップにマーク。装置周辺に適正機械生命体妨害電波を確認。推測、転送装置の不具合は敵の妨害電波に起因。推奨、当該機械生命体の速やかな破壊。これで全部か。一応転送装置本体も調べてみよう。機能に問題ないみたい。報告、転送装置の正常動作を確認。こちらヨルハ部隊 2B バンカーオペレーター6O に通信。あ、 2B さん、お疲れ様です。指定された転送装置を復旧した。原因は敵機械生命体の妨害電波。了解しました、ありがとうございます。
司令部内で情報共有しておきますね。あと特別報酬のデータをメールします。了解。でもいいですね、トゥービーさん。いや戦闘任務は大変だと思います。ただ地上の綺麗な風景を見られていいなって、私もいつか降りられたらいいなって思うんです。そう、無駄話しちゃいましたね、ごめんなさい。それじゃ失礼します。依頼されていた資材を入手。
目標地点の情報を入手。マップにマーク。なかなか素材が集まらない。
あれはヨルハ部隊。報告、捕獲命令を受けているヨルハ部隊に 22B および 64B と確認。バカ、お寺武装展開、隊長に連絡。は、はい。あなたたちには任務放棄の罪で司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ。隊長からの通信、撤退命令です。了解。逃げられた。アクセスポイントからメール受信の連絡。ポッド。了解。まだ何も言ってない。オペレーター 6O と 2B の会話を解析。推測、 2B はオペレーター 6O に対し何か地上のものを贈答したいと思考している。その通り。提案、起
重な花の写真。花の写真？報告。過去の記録によると、女性の過半数が植物の生殖器である花を好む。画像データであれば、通信のみでバンカーに伝えることが可能。推奨。砂漠に生息する砂漠のバラの画像データを撮影し、送信する。なるほど。ポット、砂漠のバラを撮影し、オペレーター6層に送信。了解。画像データの送信を完了。レジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ、アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビー、分かった。
盗んでいなかった。じゃあ一体。司令部に通信。こちら 9S 応答せよ。こちら 210 どうしました？実は逃亡した夜派部隊についてなのですが。はい、こちらでもその情報は確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体これって。当該案件へのアクセスはできません。え？司令官命令によるものです。どういうことですか？ 9S 気をつけて。私からの情報は以上です。あれ、オペレーターさん、どうして。行こう 9S。 でも私たちは戦うだけだ。変わったロボットでしたね。
されていた資材を入手。
生成しましたね。これでもロボ同士に振り回されなくて済みますよ。そうだね。バカなロボットですよ。破壊されるまで強さにこだわるなんて、もう会うこともないですし、本当に生成しました。Thank you.